いろいろ森保さんの采配というのはこれまで4年間言われることがたくさんありました。ただ今日の采配というのは太田さんの見方でどうだったんでしょうか。はい、勝ってたのは、もちろん采配のおかげなんですけど、気になる采配はやっぱりあったので、やっぱりその課題を本当にません、はい、しっかり修正しないといけないかなというのは感じました。なんかドイツ、まあ、正直、勝ち試合を落としたという言い方もできるので、それをものにした日本は本当に素晴らしいんですけど、とにかく一気一遊せずに、次につなげてほしいなと思いますね。